はい、あの本名です。本当に毎日暑い日が続いて、今日も8時半ぐらいでもう30度ぐらい東京なってて、寝てる間に熱中症になるみたいなっていうので、なんか水分あれして、僕もちょっと体調がずっと悪いとか腰が痛いとかやってるんですけど、ここ何日間か、この中村義道っていう人の時間と死っていうのを読んでるんですけど、この人多分70歳ぐらいだと思うんですよ。これ、大学中から大森っていうその哲学者の人に教えてもらって、それからずっとこの時間っていうのは何なのっていうのを永遠のテーマにして自分の人生をかけてると。唐谷公人がよく言うように、マルクスのすごいところは、30年間大英の博物館に行って同じところに同じようにしてずっと仕事をしてた。作家にしてもアーティストにしても、これ終わりがないっていうか、自分との戦いなんで、終わりがないことを永遠とやっていかなきゃいけないと。それをどういうふうに続けていくのかと。作家のこの終わりって何なのっていうと、出版社の人の締め切り日っていうのが、これ終わりなんですよみたいな。作家さんによっては生き城出版社門の内容をどん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 変えちゃうとかっていうふうにことをやってるんで、生きるっていうことはなんかバージョンアップをしていかなきゃいけないと。ここあれですよね、3ヶ月ぐらい円安が続いてて、輸入業者の人たちっていうのは円安になって、もう会社がヒーヒー言ってると。トランプがなんかこの調子だとまた大統領になるんじゃねえのみたいな、まあバイデンのディベート、まあアメリカ人ディベート好きなんで話好きっすよね。それなんでトランプとバイデンのディベートを見てる限りにおいて、こりゃやばいよって僕も見てて思うんですよね。そうするとやっぱし、次の大統領どう考えてもまだトランプの方がいいんじゃないのって思う人が多いと思うんですよ。そうするとトランプの政策っていうのは関税上げてアメリカナンバーワンみたいになってくると、アメリカのこう物価が上がると、ドル高が続くと。ドル高が続くってことはどういうことっていうと、円安が解消されないと。そうなってくると、やっぱしあと1年2年なんとなく不気味な世の中になるのか、それとも一転して円高になって円安が解消されてみたいな。ですけどアメリカの経済が悪くなる。アメリカの株価見てても AI 銘柄は上がるんですけど、消費銘柄っていうのが一切上がってない。4割ぐらいの銘柄が SP500 でも株価を落としてると思うんですよね。一部の AI 銘柄が株価を引っ張っていって、このダウが上がっていく。だけど普通の消費の株価が落っこってるなんていうのを見てると、いつかアメリカの景気が悪くなると、アメリカが風邪ひくと日本は肺炎になるんじゃないのかななんても思ったりするわけですよ。トヨタさんなんかも調子がいいのは、何が調子いいのって言ったら、アメリカの車の買い替えがこう調子が良かったりするんで、アメリカが風邪をひかないうちに、なんかいろいろ日本で商売やってる人も業態変更していくとか、新しいことやっていくっていうことがないと、企業も生き物なんで死んでいくんじゃないのかななんて思いながら、まあ毎日生活してるんですけど、今日はこんな感じで終わります。ありがとうございます。